はい。皆さんこんにちは。ワンダルグルビーチです。では今回は、HOI4、ガンダム1年戦争モッド続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オデッサ、一進一退の攻防をしている中に、シャアたち、モビルスーツのエース部隊を投入して、有利に戦いをね、進めることができました。今回はその続きになります。まずですね、編成、特にモビルスーツ隊のですね、編成を少し見直していきます。今、モビルスーツの編成はですね、いわゆるモビルスーツ小隊という形で、モビルスーツ3機編成というのを、基本にしているんですけども、これにですね、支援用モビルスーツザクキャノン、少し数に余裕が出てきましたので、これを配備していこうと思います。で、同じことを、デザートザクの部隊、そしてグフが入っている部隊、すべてに同じ編成を入れていきます。はい。あとですね、連邦の V 作戦の様子、もうちょっと詳しくキャッチしたいので、スパイ機関もね、新しく設立しておきましょう。30日後にこれが解放されます。では、時間を進めていきます。オデッサの防衛戦を引き続きやりつつですね、エジプト半島の攻略がもうすぐ完了しそうなので、エジプト完了を攻略したらですね、エジプトに展開している部隊はオデッサ方面に転戦させます。で、ヨーロッパとアジアの戦線をつなげるというね、前回もお話していた内容、これの継続を行っていきましょう。では、これでね、時間を少し進めていきましょう。ようやくですね、ヨーロッパとアジアの戦線、つながりましたので、ここは敵の師団を一気に壊滅させたいので、包囲殲滅戦を行っていきたいと思います。で、モビルスーツの方なんですけども、訓練速度がね、ちょっと上がってこないんですよね。数は十分に揃ってるので、モビルスーツを投入する、数を増やしていきましょう。で、同時並行的に訓練が進んでいくというのを想定します。数はご覧の通りね、すぐ揃うんですけど、どうしても足りてないのが訓練。で、訓練をブーストかけるようなものがちょっと見当たらないんですよね、今ね。マップでいう左側にね、戦線が伸びていたので、マクベの部隊を左側に少しシフトしてます。これで、全体のね、戦力バランスが整うんじゃないかなと思います。足の速い敵の部隊相手だとね、こういう風にミミズのように穴を開けられるということがあるので、そこだけは気をつけておこうかなと思います。で、諜報機関。諜報機関といえば、なんといっても、キシリアさんのイメージがありますけど、ここは、新しく創設した、この機関を使っていきたいと思います。まずは無難に、暗号系、レーザー通信の技術、このあたり中心に行っていきましょうか。はい、そしたらジャイアントバズーカー等々がですね、生産できるようになりましたので、ジャイアントバズーカを生産していきましょう。それと、あと今後ですね、エネルギー兵器、具体的にはビームライフルとかですね、このあたりを作っていきたい、使っていきたいというのがあるので、ビームライフルの生産の必要技術をちょっと作っていきましょう。エネルギーキャップシステムですね。これは、どうしようかな。経験値50使ってでも、ボーナス使って一気にエネルギーパックっていう状態ではないと思うので、このままにしましょう。で、代わりに、ドムがあと5日で完成するので、ドム完成した後、何に使うかっていうのをね、ちょっと考えていきましょうか。で、あとは生産の上限アップ入れておきます。ドムがあと5日で、生産ラインに乗せられるようになってきますね。ガルマの部隊もですね、ちょうどこのメキシコに、入ろうかという付け根のところで苦戦している状態ですね。モビルスーツの数を増やしてあげたいなというところですね、ガルマのところは。なんとかモビルスーツの数を増やして、ここの戦線も再構築したいだというところでドームが完成。じゃあドームのスペックせっかくなんで確認していきましょう。ドームがこんなスペックになってますね。で、参考までにですね、まあ、ザク2と比べてみましょう。で、ドームの方ですが、防御が18、あとは走行が276、速度がだいぶ速いですね。最高速度が80出ますね。生産コストが高くなっていて、生産に必要な資源、まあ、ドームの左側に出ているところですけど、鉄とクロムが7、1必要という状態ですね。地上におけるモビルスーツの移動力向上を目的として、熱核ジェットエンジンによるホバー走行を可能にした機体。うん。なので、最高速度が80とかなり速いです。じゃあ、これを早速生産のラインに乗せましょう。ドームはドームだけで編成した方が、まあ、おそらくその足の速さが活かせるのかなと思うので、ドームはドームだけで、まあ、ある程度まとまった数を作りましょう。その分、ザクを少し減らしますか。で、ドームに持たせるジャイアントバズーカですね。これもちょっと合わせて作っちゃいましょう。せっかく作りましたからね、ジャイアントバズーカも。そうなるとさらにザクを削るしかないな。まあ、こうやって旧式機が新しいものに、まあ、アップグレードされていくということなんだと思いますけどね。では、ドームの次ですね。どこを見ていくかというと、モビルスーツにやっぱりどうしても目がいってしまいますが、モビルスーツ以外に研究しておきたいところとしては、まあ、どうしても生産系が欲しいので、組み立てラインのね、モビルスーツの生産ラインの上限アップ 10%、これを取っておきましょう。で、モビルスーツはやっぱり欲しいので、モビルスーツのね、今後の展開見ておくと、まず高機動型ザク行ってゲルググ、ここが一つの目標になるかなと思います。で、化学系なんですけど、ニュータイプ研究所とかあるんですよね。あとはミノフスキークラフトとかね。さらにモビルアーマー、これに使えるアイフィールド、こういうものもどんどん研究していきたいんですけど、研究の枠がね、4つしかないので、まあ、ここはうまく何にどれを使うかっていうのはね、頭をひねらせながらやっていこうと思います。まあ、とりあえずドムを、黒い3連星、ガイアのところにね、優先配備してあげたいなと思います。ヨーロッパの方は順調に推移してますね。そしたら、ここでシャアにカリスマをつけてあげましょう。んだ、つけられない。カリスマをね、つけてあげたいんですけどね。ぜひとも。シャアには。シャアはじゃあこのカリスマつけられるようになったらすぐカリスマつけます。手段回復率 10% は大きいですしね。人物背景、赤い彗星、偵察 40%。ニュータイプの兆候が出てるんだな。ニュータイプ専用モビルスーツの攻撃力が 30%、防御力、速度も 30% つくのか。これ、ニュータイプのモビルスーツ配備してあげたいよな。ちなみに、ランバラールとかどうなってるんだろうね。ランバラールもちょっと見てあげたいですよね。ガイア見ちゃってるので、ガイア見ます。モビルスーツの速度が 30%。これもいいね。本当にいいですね。じゃあランバラルはというと、せっかくなんでランバラルを見ましょう。青き巨星。お給切れ、マイナス 50%。これはゲリラ戦に特化してますね、完全に。ゲリラ戦士も持ってるな、もう。いや、これだけ見ても本当に胸熱だな。では、ドムのね、モビルスーツ正体編成してます。で、ドム自体、だけにするとですね、これ最高速度が100出るんですね。これ100はそのまま活かしたいので、整備中隊だけ入れて、ドム3機編成、まさに黒い3連星というね、チームをちょっと用意しようと思います。で、これも早速、投入していきましょう。まあ、ドム自体はまだ生産のラインに乗せたばかりなので、この先ということになると思うんですけどね。ニューヨークにどんどん落として、ヨーロッパの方に、落としていこうと思います。これもね、できればね、せめて、オデッサとかにはモビルスーツを落とせるような仕様にしてくれると、個人的には嬉しいですね。どうしても北米大陸から前線に送り届けていかなきゃいけないっていうのがありますからね、モビルスーツを。で、北米大陸の方もなんかちょっと押し込まれてるな。では、ドームがね、現場に配備されるまで時間を進めていきます。西アジアでは連邦をね、今包囲しているという状態ですね。このまま一気に包囲戦で連邦の西アジアの部隊を壊滅させましょう。で、インドの方も順調に進んでまして、このままマドラス方面に進出をかけていて、一気にデリーというところまで進んでいければいいかなと思います。ではちょっと訓練が半ばなんですけど、本当に北米大陸、状況よろしくないので、モビルスーツを落としていきます。で、落としたモビルスーツを早速ですね、ガルマの方に配備していきます。で、スパイ雇えるので、早速じゃあどうしようかな。赤花とかいるな。赤花雇いますか。ミハルもいるんですけどね。ここはじゃあちょっと赤花を雇いましょう。これでスパイを潜入させていく。どこに潜入させるか、もちろんジャブローだ。これでジャブロー、周辺にね、赤花を潜入させています。ただこの、ガルマがね、今苦戦している状態なので、このガルマの苦戦をなんとかしてあげないといけないかなというのと、北米大陸も本当に、敵のね、侵攻を許しているという状態ですね。ライラがいるな。このライラに攻め込まれている状態だな。そしたら、ここもちょっと手こ入れしておきましょうか。はい。では、ご覧のような状態になっています。アジアの方も、包囲している状態なので、このまま、連邦のね、師団を壊滅。インドの方も壊滅させていきましょう。で、そこに使っていた戦力は今後ですね、アフリカ、あとは、ロシア方面ですね。ここかなりの資源地帯になってるので、ここを抑えられるかどうかで、今後の戦いが決まってくるかなというふうに思ってます。ちらっと資源を見せするとこんな感じでね、資源がだいぶ埋まってるんですよね。ここが今連邦の、勢力圏内にあるので、この辺りの資源を全部根こそぎ、ジオンのものにしていかないと、今後の戦いがですね、徐々に連邦有利になっていってしまうことになりかねないので、早めに、ここをね、取りに行きたいかなと思っています。で、心配な北米大陸なんですが、ちょっとそちらもね、簡単にご紹介しておくと、ご覧のようにちょっとね、押し込まれてます。なので、ここも、軍の再編を行って、攻めるとこ、守るところ、きっちりメリハリをつけていければいいかなというふうに思っています。では、今回はね、ドムロールアウトしてますので、ドムのね、新規製造を継続していくというところで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。